こんにちは。気づかはにようこそ。東京中央日本ホールデス教団東京中央教会の牧師の西郡ひろしです。えー、出エジ記を少しずつ学んでいますが、出エジプト記の32章のところを初めのところを読みたいと思います。モーセが山からなかなか降りてこないのを見て、民はアロンのもとに集まっていた。 さあ私たちに先立って進む神々を私たちのために作ってください。私たちをエジプトの地から導きのぼった人あのモーセがどうなったのかわからないからです。アロンは彼らに言ったあなた方の妻息子娘の金の耳輪を外し私のところに持ってきなさい。すると民は皆耳にある金の輪を外しアロンのところに持ってきた。 アロンは彼らの手からそれを受け取りのみで型を掘り格子の鋳造を作ったすると彼らはイスラエルよこれがあなたの神だこれがあなたをエジプトの地から導き登ったのだと言ったアロンはこれを見てその前に祭壇を築き明日は主の祭りであると宣言した彼らは翌朝早く起き焼き尽くす生贄にえを捧げ 会食の生贄を捧げた民は,座っ,ては食べ食べ座っては食べて飲み立っては戯れた、えー、まずこのところからと思っています。モーセはシナイ座に登っていってそこで神様と神様から素晴らしい神様のお約束をいただきました。 神様との間に契約を結び、神様から神の民として選ばれたあなた方は、このように生きるのだという、そのようなあ姿勢を教えられた律法を与えられたわけです。イスラエルの民も従いますというふうに言いました。えー、実戒というそのじ神様の党の戒めをはじめとして、神の民としてどのように生きるべきかということを神様は、 モーセに教えられたのであ,りましたあなたは私のほか何者をも神としてはならないあなたは金でも銀でも何者によっても刻んだ像を作ってはならないというようなことが神様によって語られていきます神様を作ったりしたらいけないというようなことが言われるそして彼らは神様に従いますというふうにしてそのように答えたのでありました。 神様モーセは「民もこのように行っております」というふうにして神様のもとに登りそして神様はモーセに「それでは」ということでイスラエルの民が神様を礼拝するためにどのように幕屋を作ったらいいか神様を礼拝するための移動式の神殿といいましょうかその作り方ということについて詳しく教えまた その幕屋で使える祭祀の生き方祭祀をどのように性別してそして生きていくのかということについて神様モーセに事細かく教えたのでありました、えー、山の下ではイスラエルの人たちが待っていますところがなかなかモーセが帰ってこない「モーセ大丈夫かなモーセ大丈夫かな?」という話になるわけですね。で その時にもうモーセ死んじゃったのかもしんないぞとモーセどうなったかわからないから私たちを導いていく神様を作ってくれないかそんな話を人々はアロンにするわけです神様はモーセを通してイスラエルのためにあなたは私のほか何者も神としてはならないというふうにおっしゃいましたし どんな神であったとしてもあなた方が神を作るみたいなことがあってはいけないということをおっしゃっていました。にもかかわらず彼らモーセはどうなっちゃったかわからないからというんで「あなた方は金の耳輪を外してきなさい」とつ言ってそして金の耳輪を集めてそして金の子牛をアロンは作ったのでありました。 これがあなた方をエジプトから救い出した、導き出した神だということが宣言され、そして明日は水じゃこの神様を拝む祭りをしようというようなことで、そのイスラエルの民は金の子牛の前で踊り、たむれたということが書かれています。本当に悲しいことです。神様から あのエジプトで奴隷であったところから救い出されてそしてその神様は決して金で作った子牛のような神様ではないということをイスラエルの民はモーセと共に神様の前に出ながら何度も教えられていたはずです知らされていたはずです。でも、 モーセどうなっちゃったか分からないという中で彼らはその子牛で象子牛の像を作って早くも神様がこのように生きなければいけないと教えられた唐の戒めの最初の戒めをそして2つ目の戒めを彼らは破ってしまう恐ろしいことですね。 神様ではないものを神様とし神様ではないものを自分の都合だとか自分の願いだとか自分の設計の中で自分で作り上げて神様として拝むっていろんなまあ聖書でいう罪ってあるんです。神様が嫌われれるる罪ってあるんですそれは もちろん嘘ついちゃいけないとか人のものをうついちゃいけないとかそういうことももちろんあるんです実家の中でもそのように教えられていますでもその罪の一番の大物って何かって言ったら神様ではないものを神として拝む自分で自分のために神様を作って自分の決めた自分の好きな神様を拝むということが罪の 一番の根っこななんだ神様ではないものを拝むもちろん私たちはあのいろんな神様をじゃあ工作で作ろうかみたいなことで作って拝むっていうことはしないかもしれない皆さんがもし教会に例えば行っておられたらそんなことはしないですよね。 でも神様ではないものを神まるで神様でもあるかのように拝むというようなことはともすると起こりうる。神様ではないもの。それは時にお金というようなことかもしれない。 お金は神様じゃないでもいつの間にか神様よりもお金の方が大事だというふうにしてお金様じゃないですけどお金を拝むようになっていく神様よりも何かそのいい職場いい仕事を目指すそれを愛するということが大事になってくる。 神様を恋愛するよりも何か自分の趣味の方が大事になってくる。それは趣味を持つのも素晴らしいことだし仕事一生懸命やったらいいしお金を稼ぐのも大事なことだけれどそれが神様の代わりになっていくといった時にそれは偶像になってしまう。イスラエルの民はその金の子牛を作って そして目に見えない本当に神様を礼拝するんではなくてイスラエルの民をエジプトから救い出してくださった目に見えないところの神様ではなくてから目に見えるものが欲しい。モーセどこ行っちゃったかわからないし。 モーセが教えた神様って目に見えないっていうし目に見えないのはどうも当てにならないっていうか頼りにならないっていうかそういうことがあってみたいなことで彼らは目に見えるピカピカ光った金の格子を作ってそれを拝むって。神様はそんなイスラエルの民をご覧になりながら。 非常に心を痛められました。怒られました。皆さん私たちが本当に神様ではないものに心を惹かれ神様ではないものを拝み始める時に神様は妬まれますよね。神様は怒られますよね。神様は悲しまれますよね。 神様は私たちのことを愛しておられるから私たちのことを本当に大事に思っておられるから私たちが神様ではないものに心を奪われて自分勝手なことをし始める時に本当に悲しまれる。でそんな中で彼らはこの,そうその そうやって神様から離れて自分勝手なことをしている神様はそういう中でモーセにおっしゃいます「モーセもうこの民をこの民はダメだな」「ーセこの民を滅ぼして私はお前から一つの民を作ろう」そしてお前を通してお前とお前の子孫を通して「 素晴らしい神様の祝福を受け継がせ神様の栄光を表すことができるようにさせてやる神様はおっしゃったでもその時にモーセはどうしたかというと神様そうですねイスラエルのためにはしょうがないですもんね私をもとにして一つ神を作るっていうのはそれはいいかもしれませんよって言ったのではなくて 神様のために神様の前でイスラエルのために取りなす32章の11節のところからを読みたいと思います32章の11節からのところです32章の11節モーセは自分の神主をなだめていった 主よなぜあなたの怒りがこの民に燃えるのですか大いなる力と強い手によってあなたがエジプトの地から導き出された民ではありませんかどうしてエジプト人にあの神は悪意をもって彼らを導き出し山の上で彼らを殺し地の表から滅ぼし尽くしたと言わせてよいでしょう燃える怒りを収めご自分の民に下す災いを思い直してください。あなたのしもべであるアブラハム、イサク、イスラエルを思い起こしてください。あなたは彼らに 自ら近い私はあな,た方のあなた方の子孫を増やして空の星をようにするまた私が約束したこの地を全てあなたの子孫に与えとこしえにこれを受け継がせると告げられましたそして聖書を言いますそれで主はご自分のために下すと告げた災いを思い直された本当に イスラエルの民が罪を犯して神様の怒りが燃え上がっていく神様が深い悲しみと痛みの中でイスラエルを裁こうとされる時に神様は この神様の前にモーセが立って神様、どうぞこの民を許してください。神様、あなたが選ばれた民ではありませんか。この民を通して神様、あなたはすべての民を世界中の人たちを祝福するとおっしゃったではありませんか。どうぞ哀れんでくださいとそのように神様の前に出る。そして神様はイスラエルを滅ぼすのを思い直された。モーセは 急いで山を降りイスラエルの民のところに下っていきイスラエルの民に何やってんだっつってイスラエルの民を叱りつけた後もう一度山に登っていきます私はもう一度神様の前に出て祈るから、えー、モーセの「鳥なしの祈り」はまだ続いていくんですね32章の31節のところです32章の31節 モーセは主のもとに戻っていったああこの民は大きな罪を犯しました自分のために金の神々を作ったのです今もし彼らの罪をお許しにくださるのであればしかしもしそれが叶わないならどうぞあなたが書き記された書から私を消し去ってください神様はこういうふうにそういう祈りを捧げたモーセにこう答えられます 私に罪を犯した者は誰でも私の書から消し去る。しかしか今私があなたが告げたところに民を導きなさいその時私の使いがあなたの先を行く裁きの日に私は彼らの罪を罰する神様はそのようにおっしゃったもうもう私を滅ぼすことはしないよだけどねモーセ、私は もうこの民と一緒には登れない。だってこの民と一緒にいたら私はこの民を滅ぼしちゃうよ、モーセって神様はモーセに語られる。モーセは、けれどもまた主にこのように言います33章の12節のところです。ご覧ください。あなたは私にこの民を導き登れとおせになりました。しかし私と共に使わされるものは示されていません。しかもあなたは、 私はあなたを名指して選んだあなたは私の目にかなうと仰せになりましたもしあなたの目にかなうのならどうか今あなたを知ることができるように私にあなたの道をお示しくださいそうすれば私はあなたを知ることができ私はあなたの目にかなうでしょうご覧くださいこの国民はあなたの民なのです神様はモーセに「 分かったモーセ私許すわだけど私はもうイスラエルの旅と一緒には行けない神様私の使いを使わすからその使いで一緒に行ってくんないかつってモーセに言ったでもモーセは神様それじゃダメですって言ったんですそして最後に神様はこう答えられる33章のこの14節のところです すると主は言われた私自身が共に歩みあなたに安息を与える私自身があなたと共に生きあなたに安息を与えるイスラエルのためは罪を犯したでもモーセが神様の前に立ってイスラエルのために取りなす許してやるよだけど私はあなたと一緒に行けない でも神、モそはしがみつくようにして神様に言うんです「神様一緒に行ってください」そして神様はおっしゃる私自身があなたと一緒に行くそしてあなたに平安を与える神様は怒りながらも誰かが自分の前に立ってイスラエルのために取り出してくれないかということを待っておられたんだと思います。 そして神様はモーセの祈りに応えるようにしておっしゃる私はあなたと一緒に行く私はあなたと一緒に行く分かったモーセ私はあなたと一緒に行く私たちの信仰の歩みの中でいろんなことがあるでしょう失敗することもあるかもしれない罪を犯してしまうこともあるかもしれない でもどうぞ知ってください私たちのために取りなしてくださる方がいるそれがイエス・キリストですそしてそのイエス・キリストの取りなしのゆえに神様は私たちと共にいるよとおっしゃる私たちも神様の前に申し上げたいと思います神様私たちはあれこれこれをああしてほしいああしてほしいこうしてほしいっていうことを私は求めているんじゃない 私が一番願っているのは神様あなたが一緒にいてくださることですそして神様はイエス様の取りなしのゆえに私たちと共にいてくださるお祈りしましょう天の父様私たちの弱さや罪深さにもかかわらずあなたは私たちに許しの道を備えそして イエス様の取りなしのゆえにあなたと一緒にいるよ私はあなたと一緒にいるよと答えてくださいますから感謝します悔い改めるべきことがあったら悔い改めます神様そして本当に私たちは何を求める以上にあなたに一緒に行っていただきたいと思います私たちの生涯を導いてくださいイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメン。